天下三番893番ちょい太郎です。本日は私がお詫びをしなければいけません。びっくりしました。あの池袋暴走事故の飯塚被告控訴断念、私の見解が間違っておりました。私の見解では必ず控訴するだろう、控訴して1日でもシャバに長くいて病気のことだとか怪我のことだっていう形にして、1日でも長く引き延ばす、刑務所に行かないようにっていうふうにするんだろうというふうに思ってました。まあ今までの言動だとか態度を見てそのような措置をするだろうなと思っておりました。ところが今日のニュースでこのようなね、概略するとこのような報道がなされたんです。池袋で乗用車が暴走し、まあプリウスですね、親子2人が死亡し9人が負傷した事故で禁錮5年の実刑判決を受けた飯塚幸三被告が控訴しない意向を固めたという報道が流れてるんですね。まあということは実刑判決が確定する見通しなんですよ。一昨年の4月、池袋の路上で飯塚幸三被告が運転する乗用車が暴走し、女性とその娘さん、女の子が亡くなるという痛ましい事故が起こったんですね。これに関して本人は当初から車が勝手に走り出したと、要するにアクセルが戻らないっていうか自分が悪くないよということを言っていて、一貫してそういった形と、まあこれはどういうわけかその上級国民とかっていう報道をされることによって、で収監されなかった、なぜ逮捕されなかったんだっていう話になったわけですよ。まあただ私はその当時から、いや年齢的に言って病気のこともあるし、で故意じゃないというか、まあ、踏み間違いであるにしても、一般の殺人事件とか、危険運転、飲酒運転とかとは違うで、煽り運転とは違うので、収監する必要はない、逮捕することはないというふうには思ってたんですけど、やっぱり世間の皆様は、そうでなくて、なぜ逮捕されないのだっていうことで、まあ、燃え上がったわけですね。で、裁判に立っても、本人は反省する素振りもなく、車が悪いと、あの安全な車を作ってほしいとまで言いのたまうわけですよ。もうこれが国民感情を逆なでするわけですよね。で、その裁判のやり取りにしても、いちいちというか、本当はどうであってもすみませんでしたっていうことは言えばいいんだけども、自分は悪くないみたいなことだったんですよ。なので、結果的にどうなんだというようなことになったんだけども、この被害者のお父さん、すごく立派な方で、もうこの件はこれで、もう私は争うのはやめましょうと、もうこれで良しにしませんかっていうふうに言ったんですよね。それはすなわち、控訴しないでくれと、もうこれ以上裁判で争うな、もう嫌だから私はもうここでもう矛を収めるから、あなたもそうしたらどうですか、まあいわゆるあなたはもう刑務所に行きなさいこれでっていうことだったんです。まあこれに対しても私はこの被害者のお父さんが言うのはわかります、非常にわかります。でも我々がどうのこうのっていうのは被告人にも権利があるわけで、控訴するのは権利なんで、それはまあどうこういうことではないなと思っていたわけです。当然今までの言動から見る限り、この方がそれに応じてね、収監されるなどということになるとは私も想像していませんでした。ところがまあ報道によりますと、収監するということを決めたみたいなんですね。まあ明日16日が控訴期限となっているんで、控訴しないことをもう固めたっていうことなんです。で、弁護人にも伝わってるし、まあ検察側が控訴しなければ禁錮5年の実刑が確定するということです。これはもう丸々5年間今から収監されるっていうことです。禁錮。懲役刑と禁錮刑っていうことの違いっていうのは、懲役刑っていうのは働かないといけないです。でも禁錮は働かなくてもいいです。でも禁錮刑だとにいる人ってあんまりいなくて、懲役刑の行って工場に出て雑居病棟に行ったりとかっていうことをするわけですね。禁錮の人ばっかりが雑居ってはちょっと聞いたことがないし、私も禁錮刑で懲役刑になった人は知ってますけども、禁錮刑になったことがないんでわからないですが、まああまり良くないというか、一人なんで。なんで、ですが、どちらにしてもこの方が作業ができる、刑務作業ができるような状態ではないですよね。歩行も困難ということになってますんで。で、未決通査もないですから、5年、今から丸々なんですよ。で、私が前の動画でも言っていたのは、禁錮5年、今年の冬をあわよくば超えたとしても、来年の夏はもう無理なんじゃないかって、年齢的に。いや、皆様が思ってるほどきついですよ、正直言いまして。冷暖房ないですから。ただ、描写ということになれば、最低限の暖房冷房設備がありますから、大丈夫とは思いますけども、
いやー、これだから命の危険まであって、それをもう控訴をせずに行くのかと思ってたんです。まあここは私も思い違いをしてて、この被害者の家族のお父さんの気持ちが通じて、真摯に受け止めて収監ということを選んだんだな、ちょっと感動すら覚えたんです。こうやって話しておりまして、何かちょっと違和感というか、んと思うことがあったんで、ちょっとこの懲役太郎、意地悪な視点でお話しさせてもらいますと、ちょっと待てよと、これどうなんだっていうことは、報道に出ておりますことをちょっと見ますと、この飯塚被告は犯罪加害者家族の支援を行っている NPO の理事長と面会し、遺族に対して本当に申し訳ない、裁判所の決定に従い収監を受け入れ罪を償いたいと話したと言っているんです。何がどうなって急にこうなったんだっていうふうには思いますけど、で、後に書いてある文言が、これは週刊ニュースソースなんで、その人が言ってることじゃないんですよ。飯塚被告は高齢で自力での歩行も困難なため、実際に刑務所に収監されるかが今後の焦点となります。え、それを狙ったのか。今までは抗うような形だったのを、もうここは反省してます、受け入れますって言った場合どうなるんだと。受け入れますと言った状態で、この状態、この健康状態、歩行困難の状態で収監可能かっていうことなんですよね。まあこれ本当に私が1本目の動画で言ってますけど、刑務所は介護施設じゃないもんですから、それだけの完全介護みたいなことをできる施設じゃないわけですよね。通常は健常の状態から体の機能が衰えて長期収容されてる人たちを出すわけにいかないんで、まあ受刑者をお風呂に入れたり介護したりご飯を食べさすってことはやっていくんだけども、もう今この状態で飯塚被告の状態は歩けない、排便排尿も思うままいけないっていうことになると、誰かがそれをやらないといけないわけですよね。留置の段階、まあ今回は留置はないです、もうこれが日にちが来れば拘置所なんで、おそらく東京拘置所ですね。東京拘置所に行ったら完全介護みたいなことをやらなきゃいけないような状態のことが分かっていて収監させれるのかということに焦点になってくると思います。で、当然弁護人はこういう状態で、こういう状態で、こういう状況なんで、こういう病状なんですけど大丈夫ですかって言ったら考えなきゃいけないんですね。で、私が思ってたのは、こうなることを想定して控訴して、控訴の段階でシャバにいる状態でですよ、シャバにいる状態で、当然今も病院行ってますけど、医師の診断書だと医師の状況を全部書面にして、この状態なんでって言って控訴段階、高裁段階でそれをやっていって引き伸ばすのかと思いました。で、本当にこれで数日、この一週間以内で収監されればそんなことないんですけど、これをなんだかんだ病気だとか身体的なことを理由にして伸ばすっていうことであると、なんだやっぱりかと。ここは本当に、まああれですよ、もう想像の域なんで断定しちゃいけないんだけども、今までの言動や立ち振る舞いを見ていくと、そう、がった見方をしてしまうっていうのは私だけでしょうか。まあ今後の状況をまた、続報を待ちたいところです。以上です。